こんにちは、ゆみです。今日は4月の24日です。福岡ではちょっと最近雨が続いてまして、今日もちょっと曇りですね。朝からちょっとどんよりした感じの天気なんですけども、ちょっとコロタンの方がですね、もう葉っぱが5枚揃ってきましたので、今日はちょっとお休みなんで摘心をちょっとやっていきたいなと思ってます。これですか、1枚、2枚、3枚、今5枚葉っぱが揃っているので、ここの6枚目のですね、これが本心なので、ここも摘心していきます。こっちも同じ、ちょうど同じ感じで1枚、2枚、3枚、4枚あって、もう5枚目ですね。で、6枚目のちっちゃい葉が出てきてるんで、ここを摘心していきます。ちょっとこれちょっと早いかなと思うんですけど、ちょっと今日は休みなんで今日摘心していきます。取りました。なんかね、これもこっちも行きますね。で、ここ摘心します。がですね、こう伸びていって2本仕立てですね、大きくしていきたいなと思ってます。それではちょっとですね、最後にですね、ネギを買ってきましたので、虫除けのために周りにネギを植えていきます。去年もですね、植えてたんですけども、少なかったで、ちょっと今回こんな多めにちょっと買ってきまして、もう周り全部もぐるっとネギ入れたいと思います。一応虫除けのですね、薬を入れてるんですけど、そもそもない方がいいんでですね、匂いが強いネギをですね植えていきます。これだけ植えるとですね、もうすごいネギの匂いがすごいので、まあ虫来ないと思います。一旦これで様子見ていきます。